はい、時事チューバーマシャペイです。今回は相模原の六花さんに行ってきました。牛乳味噌カレーラーメンの限定です。それでは行ってみましょう。六花さん、相模原駅徒歩20分のところにあります。駐車場はお店の横に4台ありましたよ。券売機はお店に入って左側にあります。今回は限定の牛乳味噌カレーラーメン狙いでした。カウンターの上にお水もコップも並べてありましたね。メニューは塩醤油味噌辛味噌などを中心とし、それにトッピングメニュー六花飯などのライス系なども充実しています。他にもこのチャンネルではラーメン投稿しています。よろしかったら見てください。チャンネル登録もしてくださったら感謝感謝です。ではいただきます。相模原にある六花さん、函館のラーメンを提供してくれるお店で、店主さんが函館出身のようです。昨年の4月にオープンして、結構相模原では話題のお店でした。函館ラーメンのお店ってこちらでは結構珍しいと思います。立地は決して良いとは言えませんが、オープンしてからもなかなかの人気みたいですね。麺友さんが常連で、麺デルの店主さんとも仲の良いお店でして、いつかは行ってみたいと思っていたところ、なんと限定で牛乳味噌カレーラーメンをやるとのこと。函館の万龍さんが提供していて、そこから考えたそうですが、はい、味噌カレー牛乳ラーメンといえば青森のソウルフードです。関東ではほぼ食べることのできない味噌カレー牛乳ラーメン、ネーミングから受け入れられず、その複雑な味わいというか表現が難しい部分から好みが割れるみたいですね。僕と嫁はテンション爆上げでしたよ。青森に帰ったら必ず2回は食べて帰ります。僕がこの世界で一番好きなラーメンが味噌カレー牛乳ラーメンなんです。さて、こちらの六花さんの牛乳味噌カレーラーメン、超濃厚なクリーミーなタイプ、スパイシーなカレー風味に味噌のコクがあって、牛乳のまろやかさとバターでマイルドになります。この組み合わせ美味しいんですよね。だってどれも合わせられる食材、カレーに隠し味に味噌を入れたり牛乳を入れたりしますよね。味噌に牛乳も入れたり、全てが合う食材です。でもこれが食べたことある人しか証明できない味というのが正しいのかもしれません。全ての味が交わってコラボレーションされています。濃厚でドロッとしたタイプは青森のシャバシャバな感じとは違いましたが、これはまた美味しい味わいで、関東の方はこっちのよりマイルドな感じの方が合っているんじゃないかと思います。函館から取り寄せている麺はこの辺りの製麺所では見られない麺でして、僕はこの麺が好きです。北海道の麺って感じの特徴ですね。この細麺と濃厚なとろっとしたスープががっつりと絡みます。細いから多めに箸で持ち上げるとスープが絡む。でも飛び散るのでレンゲで受けて食べてました。ただ熱々だったのでひたすらフーフーして食べてました。この寒い時期はかなり合っているんじゃないかなって思います。これをライスと一緒に食べるとなかなかいい組み合わせになるかもしれません。でもかなり濃いので、どんにドボンするよりレンゲですくいながら食べる、僕はこれが合っているかと思います。今回嫁が食べれなかったので途中で嫁に丼をパスしましたが、嫁も美味しいを連発していました。しかしこちらの限定、名前から人気が出ないだろうとちょっと余裕をぶっこいたんですが、仕事終わりに飛んでいったら僕が限定を買った途端売り切れになり、嫁が買いませんでした。あと人気のご飯系も売り切れで、なかなかの人気店ですね。何気に牛乳味噌カレーラーメン人気だったみたいです。ツイッターをチェックしてなかったんですが、残り1杯って告知してて、でも牛乳買ってきたら作ってくれると、牛乳買っていけばよかった。嫁は塩ラーメンにしていましたが、こちらも美味しかったみたいで、こちらのお店が好きになったみたいです。僕も気になるメニューがたくさんあって、これからも食べに行きたいと思います。公式じゃないかもしれませんが、この牛乳味噌カレーラーメン、準レギュラーメニューを検討するかもなんておっしゃっていましたので、また食べれるかもしれません。美味しかったです。で、嫁は僕の残したスープを飲み干していました。ごちそうさまでした。いやー、牛乳味噌カレーラーメン、関東で食べれると思っていなかったので食べれてよかったです。六花さん全メニュー気になるのでまた行ってきます。次の動画、間を空けずに投稿できたらいいな。魔王に誓って。終了。